エブリデイまゆチャンネル。皆さんこんにちは、日々まゆのです。今日も心理テストをやっていきたいと思います。今日はですね、どんな人に浮気をしてしまうかっていう傾向が分かってしまう心理テストをやりたいと思います。私も答えました。この心理テストは、どっちかというとちょっと女の子向けになってるんですけど、なんかうまい具合に男性向けにちょっとなんかひねってもらって、男性もやってもらえたらなと、心理テストを、参考にしてもらえたらなと思います。ということで、今日の心理テストは、あなたがどんな男性に浮気してしまうかというのが分かる心理テストいきたいと思います。ぜひぜひこういう人には気をつけろということでやっていきたいと思います。暇つぶしにやってみてください。早速、デパートのおもちゃ売り場のとある棚、犬のぬいぐるみと猫のぬいぐるみが、1体ずつ飾ってあります。そしてこの棚にはもう1体、別の人形が飾ってあります。どんな人形が飾ってあると思いますか？もう1回質問いきたいと思います。デパートのおもちゃ売り場のとある棚、犬のぬいぐるみと猫のぬいぐるみが1体ずつ飾ってあります。そしてこの棚にはもう1体別の人形が飾ってあります。どんな人形が飾ってあると思いますか？1、怪獣の人形。2、ヒーローのフィギュア。3、ピエロの人形。4、牛のぬいぐるみ。さあ皆様、この中からどうぞお選びください。私結構これパッと出た。皆さんがどんな人に浮気をしてしまうか、先に私の回答をいきたいと思います。私が選んだのは4の牛のぬいぐるみでした。ということで、早速答え合わせいきたいと思います。これでどんな相手に浮気してしまうかが分かります。1、怪獣の人形を選んだあなたは強引に口説いてくる相手に浮気しちゃいます。なんかいいけどね結構。1を選んだあなたは強引な人に浮気してしまう傾向があります。2、ヒーローのフィギュアを選んだあなたは見た目がいい相手に浮気しちゃいます。だから面食いとかそういうことでしょうか。かっこいい人とか、可愛い人にコロッと言ってしまうということですね。3、ピエロの人形を選んだあなたは優しくしてくれる相手に浮気してしまいます。ということで、最後の4番、こちら私もでした。私4番、こちらは地味めの相手に浮気しちゃいます。わかる。いや、したことはないけど、したことないけどわかるって思った。本当にすごい当たってる。私当たってるわ。てか私ね、今のところ全部当たってる。多分自分がお付き合いする人とかは、そうだな、あんまりその地味めな人はなんかお付き合いしたことかなんと思うとない気がする。地味めってよくわかんないけど、でもちょっとうるさいかなっていう、結構はっちゃけるような人が今までは多かったかなって思うんですけど、でもそうだね、きっとそのパートナーにない人なんだろうね、浮気しちゃいそうになる人。浮気は良くないけれども、そもそもね、そもそも良くないので、ぜひぜひ気をつけましょう。ということでもう一回言っときます。1、怪獣の人形を選んだあなたは強引に口説いてくる相手に浮気しちゃうので気をつけてください。2、ヒーローのフィギュアを選んだあなたは見た目がいい相手に浮気してしまう傾向があるので気をつけてください。そして3番、ピエロの人形を選んだあなたは優しくしてくれる相手に浮気してしまいがちなので気をつけましょう。そして最後、牛のぬいぐるみを選んだ私は地味めの相手に浮気してしまうので気をつけましょうということでした。そもそも浮気はよくありませんけれども、ぜひぜひ皆様、当たってたかな。心理テストコーナーでした。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とグッドボタンとインスタのフォローもよろしくお願いします。
じゃあねー、バイビー。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。みんないつもありがとう。